調子はどうだ？いい感じだ。それより見せたいものがある。そのテーブルの上だ。見覚えは？ああ、こいつはビクター・コステ古株の諜報員だ。おそらく CIA の使いだろう。もしそうなら手を貸してくれるかもな。俺の見立てだと奴はチャネルズのどこかにいる。まずはそこを当たるといい。なら奴を探しに行ってくる。よく見つけたな。こんなボロクズでも役に立つもんだ。ノマド、面白そうな情報を見つけた。スケールが現れた時こうなると思ってた。なぜセンティネルに協力をしているんだ？正直に話せ。お前のことは知ってる。ほう、なら俺の何を知ってる？奴らとの協力は表向きだろ。真の狙いは何だ？旧友の力になりたくてな。お前もあいつに会っただろう。ボリビアで。ボリビアで？おい、お前はあいつと話をしてこい。俺は手伝い係だ。楽しい話はあいつから聞け。外との交信はできないが、島では機能している。あいつが最後にいた場所もそれでわかるはずだ。ああ、感謝する。さあ行け。今奴らに見られたら作戦が台無しだ。久しぶりだな。マッチウッドは卒業した。だいぶ前にな。今はディープブルーだ。了解だ、ディープブルー。何をしているか知らないが、力を貸すぞ。お前の助けは心強い。地獄さながらのこの島はどうだ？ああ、ボリビアが可愛く思えてくる。ああ、まったくだ。
黙っていないようだな。ボリビアの頃と同じままだ。お互いにな。何をすれば？そこで見張ってろ。データを回収する。で、サム・フィッシャーがなぜアウロアに？俺の狙いはストラテジストだ。世界中で特技兵が拉致されてる。奴が首謀者だ。目的は不明だが、奴はこの島にいる。奴を議会へ突き出せば軍事介入が可決されるかもしれん。うん、やっと援軍が来るのか。ああ、だが今は俺たちだけだ。 PC を見ろ。ミダス、あのタフ野郎、あいつはどこでも生き延びる。こっちはそうも言ってられないぞ。センティネルが不正アクセスの調査に来るはずだ。俺がハンドルを握る。銃座を任せたぞ。計画にミダスを利用しているようだ。ミダスと計画に何のか。だがストラテジストはドローンスワームを使った兵器を作ろうとしている。だがミダスの奪還を最優先する。力は貸すが、ストラテジストのことはどうでもいい。分かってるさ。俺も仲間のためなら同じようにする。
ストラテジストの狙いは？なぜミダスを捕らえた？理由はわからない。だがおそらくミダスは拷問されてる。クズに報いを受けさせる。たっぷりとな。その点は安心しろ。だがまずは奴を捕らえて脱出する。裁きを下すのはそれからだ。どうやって島を出る？俺の部隊はヘリで侵入したが、スワームに落とされた。出入り口はない。島の上空に航空機を待機させてある。スワームをかいくぐる方法は何とかする。開かない鍵はない。ミダスがストラテジストの手にある。だが俺一人では厳しい。ヤツを捕らえるため力を貸してくれ。ミダスにもたどり着けるはずだ。協力か。悪くない。ボリビアを思い出す。よし、次の情報のありかは掴んである。今回は潜入任務になる。お前には新しい流儀をマスターしてもらうぞ。エシロン流だ。準備ができたらランデブーポイントに来い。そこから任務を始める。